皆さん、こんにちは。モルノです。本日はですね、フラッシュバックメルテウスについてレビューをしていきたいと思っています。先週からですね、結構いい SBC が出てて、ルーカスにしろ、モドリッチにしろ、それのね、一人のメルテウス、非常に気になっている方も多いのではないでしょうか。今回はですね、その95のカードの、強い方ですね、無期限の方のメルテウスをレビューしていきたいと思っています。現在の値段が50万コインぐらいですね。比較的ね、SBC としては高額の部類に入るのかなというふうに思っています。で、フォースターで、右足の利き足で169センチ。比較的ね、小柄な選手ですね。で、ディフェンスワークレートがローの、アタッキングワークレートが、ローなの、ただアタッカーなので、そこまでは気にならないと思っています。で、彼ね、見てもらう通り、能力がめちゃくちゃ強くて、もちろんね、ドリブル98とか、シュートも95だったりするんですけど、ここのね、ボレーとペナルティ、PK だったり、あと、コンポージャーがちょっと低いんですけど、比較的重要なスタッツは非常に強い傾向があるので、数値以上に、スタッツは強いなという印象を受けます。で、今回、ケミストリー、ホークつけてます。理由としては、やっぱこのシュートパワーは99にしておきたいです。アタッキングの選手なので。そのぐらいですかね。目立ってあげたいなと思うスタッツがそのぐらいだったので、それなら、スプリントスピードも5上がるし、フィジカルもちょっと上げられるフォークが一番いいのではないかなっていうふうに思いました。で、トレード傾向があって、アウトサイドフットと、高精度を持っている選手なので、そこら辺のシュートを見ていきたいですね。で、今回ね、この選手、値段に対して、見合うのかが一つなんですけど、あとはね、適正ポジションはどこなのかっていう話を主に、していきたいと思っています。4231を主に使っていくんですけど、そこのサイドなのか、中央なのか、また、ストライカーなのか、それか2ストライカーか、1ストライカーなのかっていうところをちょっと中心に見ていきたいと思っています。では、始めていきます。に戻る。では始めていきます。これリチャーリソンで、これがアランで、このメ選ル手がテンメルス。テンスです。この、水色のスパイクの小柄な選手がメルテンスですね。彼ですね、やっぱりね、ドリブルは本当にね、トップクラスです。細かさが、やっぱりトップクラスで、モドリッチファールとではす。違うフ良リーさといキック。うか、モドリッチはすごく安定テオ・エ感ルがナあンるデ選ス。手なのに対して、メルテンスとかは本当にね、アタッカーの小柄なタイプの選手の、ドリブルっていう感じで、やっぱりここら辺のね、ボックス周シュりートとはかは入るすごいか。細かいドリブルが要求されると僕は思ってて、そこに関してはほとんどね、ネイドリブルにマール、関しては満点っていう感じですリね。シャルで、リこのソ後ン、ね、ちょっとね、左ミッドの動きをまず見ていエきルまナンす。デス。で、左ミッドで、サイドか使らっのた攻時撃のを狙印象う。としては、やっぱりね、かなり再外びに行っガちゃうルナ選手ド、だなっていうふうに思いましアラン。た。このシーこンのは、守備はちょっと軽率でし指示た。をつけてない場合、外に行っちゃうっていう印象でした。このシーンはね、ちょっと自由にさせてるんですけど、自由にさせたら、やっぱり中には来てくれリシまャルす。リソなのン、で、もしね、やっぱペーり、サーをど詰めのた選い。手にでもね、タッ最チで近き思まうんでせすけん。ど、多分左ミッド、右ミッドオーは、ラー自ラ由インにはさスワせたレ方がリー。いいのかなという印象でした。ただね、ここ驚いたんですけど、ここ左ミッドで自由にドさリーせス・てるメときルなんテでンすけど、ス。ポジションがね、右ミッドフになっランちゃっク・てアるんドですよ。ラン。ここね、何があったのか ちょっと理解できなくて、自由フラにンク・さアせドラン。て、僕は中央に、ネイ反マ対ール。側でボールがバ展ラ開されン。ているとき、中央にいるのがすごい好きなんですけど、勝手さもすがにしっか左り決ミッめドまのす選手ね。が右ミッドの味位置方にいのる選と、手がすご寄っくてきバまランしスがた。崩れちゃうので、ここちょっとね、オブザボールの動き、左ミッドでのオブザボメールルのテン動きっス。ていうのは、少し狙残う念だか。なってい信うのじがられま印象す。でした。ここメがルね、テン適正ス。ポジションじゃないメのルテかンスなっがていマークうをかわし印象をた。受けました。ただね、他の要素、ドリブルとアラン。か、入った。いわばオンザ前ボール線のか動らき、プレッシャーをかけ。よくぶボールをす。持った時の、フランク・アド動ラきっン。ていうのは、アレックス・もう本当テイにトッシェイプラ。クラスの選手だなという印象は受けましアた。ランこのへ。位置とかもね、やっぱりサイドでね、アラン。行ってリシャもルやっリぱソりン。外に戻っちゃうんアラでンすによ、戻このし選ま手。す。あそこの動き、中に寄りたリがシるャル選リ手だソと、ン。中にもっとダーッと走ってくるんですよ。マーレスとかね、今あれはそうなんですけど、アラン。そこら辺はね、ちょっと、僕がド好リーきス・な、メルテオンブザボス。ールの動きではないのかなという、リシャル印リ象ソは受ン。けました。基本的にね、左ミッドの時はずっとマサイドリにいーニ。ます。フランク・アドラード。
ですね。でね、ここがね、中央の動きなんですけど、ここはあのトップ下に置いてるんです。ここのリシャーリソンの奥にのメルテンス、小柄な選手なんですけど、ここちょっとびっくりしたのがね、トップ下でね、あんなにね、あのピッチのま外に出ちゃうというか、あのボールを受けに来ない選手って初めて見て、でここ勝手に倒れてるんですよ。あのこのシーンを見て、僕はあのこの選手トップ下をやることは絶対にないなっていうのを受けまして、やっぱりトップ下でこういう詰まってる状況で何を求めるかっていうと、僕はストライカーの役割を求めていて、あの最終ラインにもう一人いる感じのオブザボールの動きが好きなので、ああやって外に出しちゃうと、まあちょっとねこういった動きをする選手を初めて見てちょっと驚きだったんですけど、あのまあちょっとないな、トップ下の起用はねこの選手はおすすめ全くしないです。おそらくネイマールが1万回やってもあんな動きはしないのでっていう印象でしたね。でここからちょっとね、ショートシーンも見ていきます。やっぱりね、あの、まあ、高精度を持ってますし、あの非常にいいシュートは打つなっていう印象でした。このシーンとかもアウトサイドフットシュートを持っているので、やっぱり、まあ、どの位置から打ってもコーナーを取れるシュート力があるっていうのはすごく魅力でした。このシーンね、ワントップのストライカーで置いてるんですけど、ワントップのストライカーも、動きは良かったです。この選手ね、おそらく適正ポジション、まあ、トップ下、左見たらダメだって言ってきて、どこなのかって言ったら間違いなくストライカーだなという印象が受けました。ただ、ワントップの場合だと、まあ、少し、ね、火力が足りないかなという印象を受けました。ちょっとフィジカルの部分だったり、まあ、あの僕がこういう、ね、小柄な選手ストライカーとして置くのあんまり好きではないので、まあ、そこでね、あの僕との相性っていうのもありますね。ただ、まあ、動き的にはね、このシーンとかもあの走り出しのシーンとか見てもやっぱりストライカーとしての動きが一番、彼に合ってるなっていう印象を受けました。で、この選手で一番おすすめしたいのが2トップですね。2トップの右とかですね、が一番、このポジションなら間違いなくこの選手作る価値あるなと思うし、このシーンとか見てもらうと分かるんですけど、もう完全なるあそこの、抜け出す、まあ、そのタイミングとかオブザボールの動きも素晴らしいですし、やっぱり抜け出してからのペースっていうのをストライカーにしてはかなりある方にはなるので、すごく魅力でしたね。それでやっぱりね、あのこのシーンストライカーだとあそこのポジションを忠実に守るなっていう印象でした。このね、これめちゃくちゃびっくりしました。すごいシュート、えぐいシュート打つなと思いました。なかなかね、あのシュートあの入れられる選手って少ないです。まあね、まあ、左ミッドね、こういうシーンとかもね作れはするので、弱くはないんですけど、まああの50万出してこの選手を左ミッドに価値があるかと言われたら、うん、どうかなっていう感じでした。まあやっぱりここの動き方ですね、あそこの受け方とか、やっぱりストライカーあのポジションでこそ活躍できるなっていう印象でした。ってな感じで終えておきます。では最後まとめていきます。この選手ですね、普通に強いです。もちろん、選手の能力的には、ただ、4-2-3-1 を使用される方には、ポジションがない選手かなというふうに思いました。サイドでは、正直、まあ、この値段出すなら他にいい選手いるのかなという印象を受けましたし、トップ下では、動き方的にね、あの本当に、この選手トップ下に合ってないと思います、オブザボールの動きが。そして、ストライカー、ワンストライカーの場合はちょっとねパワー不足かなっていう印象は受けましたね。なので、もしね作る方、2ストライカーの2トップのストライカーで置きたい場合のみ僕は作るのはありかなと思いました。2ストライカーの場合はめちゃくちゃ強いなっていうふうに思いました。で、ケミストリーは、ホークが、いいと思います。もちろんやっぱりねこのシュートパワーのブーストっていうのは確実に必要だと思います。でやっぱり ね値段に対して、あのまあね50万という値段は僕は妥当だと思うんですよ。この選手の値段おそらく10点中8点ぐらいはつけるかな。ただ、現状ね選手他の選手がね安すぎて、正直、サイドに置くなら、まあ、インシーネの方が僕は好きでした。オブザボールの動きとか含めて。そして、まあ、それこそ今、ラウタロのフューチャースターズが41万、ディバラが55万、ゴメスとかもこのぐらいの値段でいますよね。
なので、もし10万、20万ぐらいで作れるならありだとは思うんですけど、例えば30万作って出す選手かと言われたら出さなくていいのかなと思います。ただ、リンク的にね、この選手ベルギー人でセリエの選手、すごくリンクがいいので、ドンピシャなら作る価値はあると思います。ただ、わざわざ、SBC を作って入れる選手かというと、本当にね、ストライカーの場合のみだと思います。ストライカーとして置くならありかなと思います。もちろんね、この選手は、この90のヘッドライナーのカードが13万4000なので、作る前に、それちょっとね、使ってみてもいいのかなっていう、印象を受けました。おそらくね、このカードを使うことによって、大体どういう選手かというのも分かりますし、そこでね、好き嫌いが分かった上で、試してもらえればいいかなっていうふうに思います。個人的にここら辺の値段だったら、ラウタローのストライカー、この選手のストラフィーチャースターズのカード、普通に強いので、がおすすめですかねっていう感じで今日の動画終わっていきます。質問とかあればぜひね、Twitter でもこちらでもコメントでもください。で、よかったらぜひね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。そして高評価もよろしくお願いします。ってな感じで今日終えていきます。ではまた。